RPA なんて役に立たないんじゃないかな。十分な環境を提供できずに。2021年リスタートの年でした。 RPA もリコンシダープロダクティブアプローチ。私たちは自動化をする前の業務の見直し、業務を見つめること、ここを重視しております。中外 RPA はもっと付加価値のある仕事にこう投入していきたい。皆さんこんにちは。本日は中外 RPA の社内教育法を紹介します。お話しくださるのは中外製薬 IT ソリューション部中外 RPA 事務局の佐藤真澄さん、上野孝子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。中外製薬では RPA をリコンシダープロダクティブアプローチ、生産的アプローチの再考という言葉に置き換えて、今の業務手順そのものを見直すことを重視しているそうですね。では改めて RPA は DX 人材の育成とどのように関連しているのでしょうか。はい、 RPA は社員にとって DX の入り口、すなわち DX の第一歩と捉えております。従いまして中外製薬では DX 推進にも注力しておりますが、DX 人材の育成という観点でも RPA を活用しております。中外 RPA では DX 人材育成のためにどんな取り組みをしているのでしょうか。お二人にお話を伺う前に、まずはこちらをどうぞ。加藤さん、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、頑張った甲斐がありました。何喜んでるんですか。宝くじでも当たったの。中外 RPA サーティフィケーションの認定を受けたんですよ。知らないんですか。公式な社内資格制度ですよ。ああ、へえ。中外 RPA スクエアという社内研修を受けて、事務局サポートのもと自分で開発して要件を満たすと認定されるんです。大したもんだ。鈴木さんも挑戦してみたらどうですか。そんなに言うなら講座でも受けてみようかな。鈴木さんも随分と変わりましたね。中外製薬においてリコンシダープロダクティブアプローチは DX の第一歩だと考えておりますので、関心を持っていただけて嬉しいです。よし、よかった。せっかく勉強する以上、この部署で一番の DX 人材になって。僕がいる限りそれは無理ですよ。いや、必ず一番になる。ほら、僕からもこれをあげよう。何ですかそれ。加藤君の異動を願い。ちょっと部長、部長、部長、ちょっと。中外製薬ではリコンシダープロダクティブアプローチを学ぶための講座や資格があるんですね。詳しく教えていただけますか。はい、社員教育のための中外 RPA スクエアという講座や、スキルや能力を証明するための中外 RPA サーティフィケーションズという社内資格制度を設けています。中外 RPA スクエアに関しては2021年に開講しました。年に3期、1つの期に約8つの講座を展開しています。毎回キャンセル待ちが出るほど人気なんですよね。内容なんですけれども、 UI パスやパワーオートメイト、それから Excel の VBA などといった自動化ツールの操作方法を学ぶ講座や、業務発掘方法自体を学ぶ講座も展開しています。これまで延べ約800名の方にご受講いただきました。社員が講師になることもあるんですよ。そうなんですね。社内の反響というのはどうでしょうか。これがですね、実は毎回講座が終わるごとにアンケートを取っていまして、まだまだ伸びしろはあるとは思うんですけど、好評かなと思ってますよね。この好評なポイントというか、私たちも分析していまして、体験、手を動かしてこうハンズオンで実際にこう操作していただく講座をたくさん用意しているんですね。そこが好評なポイントなのかなと思ってます。
その中外 RPA スクエアで学んだことは具体的にどのように生かされているのでしょうか。実は市民開発者がとても増えているんです。業務のことを一番よく分かっているのは社員の皆様ご自身です。そういった社員の皆様ご自身が RPA を開発することでより使いやすいロボットを作れているのだと思います。次に中外 RPA サーティフィケーションズについて教えてください。はい、認定種別は2種類あります。実行者向けのユーザー資格と、開発者向けのデベロッパー資格があります。でデベロッパー資格に関しては、スキルランクに応じてアソシエイト、エキスパート、マスターと3段階用意しているんです。で例えばエキスパート資格ですと中外 RPA スクエアの講座を、完了していただきまして、その上で一定の開発経験を求めてるんです。なかなかハードなんですよねで、認定の証としてオープンバッジを付与しています。認定制度を作った狙いはどういったところにあるのでしょうか。一人一人の取得した資格を明確化できますので社員の皆様のモチベーション維持向上に役立つのではないかと思いました。認定バッジですね、どれくらい発行されたのでしょうか。はい、オープンバッジですよね。はい、ですね、2022年11月現在で約480個も認定させていただいて発行しました。一人の方が複数の認定を受けているケースもあるんですよ。皆さんすごく意欲的で認定数は確実に増加しています。すごいですね。今後さらに社内育成環境を充実させるために考えていることというのはありますでしょうか。はい、社員の皆様あと環境のニーズに応じてですね柔軟に対応していきたいというふうに考えております。3回にわたって中外 RPA の取り組みを紹介してきました。いかがでしたか。私たち中外製薬の RPA は最近注目していただいています。ありがたいことです。外部のイベントとかでも呼んでいただくこと結構あるんですけれども、私たち RPA 自体はあくまでも選択肢の一部だと思っているんですね。たくさんある選択肢の一つ、あくまでも中外 RPA リコンシダープロダクティブアプローチっていうものを大切にしてこうやって推進してるんだよということが伝わったらすごく嬉しいですよね。はい、その通りですね。中外 RPA 山あり谷ありでしたけれどもまだまだ道半ばだと思っております。今後も全社一丸となって中外 RPA の推進をしていきます。はい、ありがとうございます。中外製薬では中外 RPA をきっかけにDX に興味を持ち、さらには業務効率化の意識が高まったという社員が増えているといいます。皆さんの社内でもこうした意識が芽生えていくことを願っています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。中外流 RPA の極意いかがでしたか。皆さんも自分流の RPA を探してみてはいかがでしょうか。